エロスクリーン。さあ行きましょう。はい、お願いします。ワン、ツー、スリー。はい、あー懐かしいな、なんかなんですね、なんかすごい覚えてますわ。はい、結構前でしたけど、リニューアルの日時に来たんですね。よし、まあじゃあ徹底的にやっちまいますか。はい、そうですね、やっぱり対決なら、はい、はい、角の、はい、お手位置です。ハーデスです。とりあえずここから行きましょう。はい、だって対決ですから。そうです ね、はい、ね、対決です。徹底的にやっつけましょうよ。はい、小倉店でございます。はい、ね、一度来させてもらった店舗さんでございまして、そうですね、はい、私クリ、2度目の、はい、こちらでの実践ということで、はい、まあもう台を今抑えまして、はい、まあ定位置です。そうですね、角のハーデス、はい、角のハーデスで、まあちょっと対決って言葉を私ちらっと言いましたけど、はい、本日このクリの突っ込ませていただきます、はい、ディレクター陣、はい、ドラ、はい、マルちゃん、はい、博士、はい、私博士、なんと全員今日集まっております。そうですね、はい、全員集合しております。おはようございます。おはようございます今日なんかいきなり全員揃って、はい、そうなんですよね、今日実は なんですか。まあ、せっかく、はい、ちょうどまるちゃんが福岡の事務所に来てまして。あ、事務所に来たんですね。はい、はい、と、もう一個、まあ、大事な用事が我々ありまして、じゃあちょっといいですか、クリさん。はあ、いいですか。何すかそれ。あの11月5日15日誕生日。あ、はい、31っす。わ、35ですそういうこと。はい、どうせまあ準備はしてもらってないだろうと思ったのでそんな我々もそこまで甘えたじゃないので。いや、それ知らないですよ、正直言われたこともなかったし。でも遊びに来てくれるお客さんに、まるちゃん今月誕生日だよとは教えてもらいました。本当ですか。はい、だなんかあれしたらいいんじゃないですか、ははははってごまかしましたっていうのをさっき思い出してそれ。あ、でもちょっと嬉しいですね、今それ非常にありがたい。ドラも今月とは知らなかった。だからツイッターフォローしてもらってないんで、ちょっとツイッターにはあのメッセージはいただいてるんですけど忘れてましたわで、なんで対決するの。いや、なんかタダでプレゼントもらうのも悪いなと思って。あー、そっか。あー、なるほどですね。勝ったら、はい、みたいな。いや、プレゼントの前に夢ポイントを早くあれしろよってなりますよ。あ、俺何回も言ったじゃないですか、はい、もう使うって、飯食うって、とりあえず、はい、で、昨日来てたんでしょ、こっちに。あ、はい、昨日行けたじゃん。黙るなよいや、確かにな、確かになって、まあ、もうグーの音も出ないっすわ。まあまあ、いいや、じゃあそれは俺も待ちますけど、はい、会社の都合もあると思うから。はい、ありがとうございます。とりあえず今日はじゃあ対決しますか、一緒に。2対2の構図みたいな。でも、博士打てないじゃないですか。そうですね、僕のカメラやってもらうんで、はい、そこは、はい、まあ、出玉的には1人で、まあ、3枚で。ああ、そうか、だからマイナスになっちゃう可能性もありますもんね。そうですね。そしたらまあいいんじゃないですか、投資も倍なんで、もちろん。まあそうですね、出るのもあれだけど投資もあれなんで、はい、我々素人なんで、プロのカリスマのクリさんに。バカにしてて笑いながら言うな、それを笑いながら言うとこじゃないよまあちなみに自分博士カメラ
今のところ4戦全勝なんですね。負けなしですか。負けなしです実は。さすが、はい、まあ今日クリさん博士チーム対ドラマルチームですけど、すごい、これが童貞の力ですよ、はい、本当に、はい、汚い大人たちにはな、負けてられないよな、こっちはな。そうですね、本当に、はい、俺たちの、はい、この綺麗なな体で綺麗な体でレバー叩こうぜ。そうですね、何 あれいや、だから俺の汚れた体を博士がこう浄化してくれてるから。そうね、そう、博士はもうすごい存在ですよ。とりあえず一応3人ハーデスト、はいはい、で3枚バトル、はい、OK、 1対2でいいとかわけない、 いいよね、大丈夫です、いいですよ、はい、もちろん、もちろん、まあ、一応ここ今リニューアルして 12.5 スロですか。そうですね、そうですね、まあ、ちょっとね、投資とかはそれで楽にはなるから、そのパチスロー楽しみましょうよ。そうです ね、 いいですね、はい、よし、じゃあ行ってみますか、はい、今日はもう4人揃って賑やかにやっていくと思うのでね、ワン、ツー、スリー、ゴゴラベンさん、第55回クリノ突っ込ませていただきます。はい、行ってみましょう。はい、ビシャーって、いいよ、ビシャーの余韻。はい、それではじゃあ、はい、ハーデス、カートハーデスですね、はい、もう行きましょうよ。はい、よろしくお願いします。ビシッと今日はなんか逆に最近打ってなかったかなっていう感じも、いや、個人的には打ってますけど、あ、はい、番組で打ってたっけ。一個前が生放送のサラリーマン番組。そうだよね、サラ版と凱旋とだから、はい、あ、凱旋です。で、その前が秘宝太陽でしたね。そうですよね、はい、なんか2人がさ、はい、横でずっと喋ってんのよ。そうですね、なんかああでもないこうでもない、なんかそう、まあ対戦ということでクリスだけならちょっと渡してもいいかなと思ったんですけど、はい、博士に渡す理由あんまないんで。もらってないんですもんね。はい、祝ってもらったくないんで。僕は送りましたもんね、おめでとうって。あれ当日でした。なかなか喋って早く行くよ。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ行きます。でもこれフリーなのか。はい、いや、どう、まあ、まあ、なんとも言えないところだよね。そうですね、結局そうですね、負けが込むこともあるしね、はい、そうですね、2人だと、はい、2人でそうだよね、はい、とりあえず負けないようにしないと。そうですね、多分特に有利不利ないとかないんですかね、このままにしてる。まあそう、それは設定にもよるけど、あ、そうですね、全部が1ならこっちの方が有利だもんね、要は。まあそうですね、ちょっと、はい、中断切らな。あ、まあこれはね、その力の差というか、はい、やっぱり演者として私もプライドがありますから。そうですね、から最近マルちゃんがですね、はい、まあちょっと前まではまあ調子が良かったらしいので。マルちゃんは常にね、そういう引きが強いイメージですよね。まあ、イメージはありますね。ドラは多分ないよ。そうですか、負けた話しか聞かない。あ、確かに、どちらかというと。いい、以前こちらの小倉さんで打ったのもまずハーデススタートで、ハーデスでしたね。あ、今店内で流していただいておりますけど、はい、はい、で途中でオアシスデイズかな。あ、そうですよね、いいね、いいですね。中段キナナ、中段キナナ刺さったかな。いや、いいですね、早い早い、もうキョトンとしてますね。そうですね、3を見せつけてますよ、はい、今、はい、慌て動揺してないフリみたいなのしてますけど、2人黙ってるね、黙ってます。なんか言えやいいのに。ノーリアクション、いやいやいやみたいな顔して、いや、なんでその顔。いや、中断機なら引いてたじゃん、ちゃんと。まあ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 って何、何怒ってんだよ。何ペナルティしてんだよ。動揺して、すげえ動揺してんじゃん。おめでとうございます。はい、54
4ゲーム、はい、ツッコミが2ですね。ツッコミ、これ初当たり早いのは対決になったら相当有利な気がする。そうですね、ね、これだけで50はやだな。よし、まあ、そろしょうがない。60、朝一のステージな。そうですね、もうここ以外だったらよかったのにな。そうですね、だいぶ精神的にも気持ち的に違ったっすよね。でも別に大移動も自由でしょ。ああ、そうですね、もちろん対決とは、はい、みんなたまたま、そうですね、ここ今たまたまいますけど、はい。結構早くに当たっちゃうとね、後にはまるってパターンもありますからね。最初からずっといいことがありえないですよ。最初飛ばしてみちゃうと最後も勝たないですから。まあ60ゲーム、まあとりあえずちょっと相手チームに、まあ、ジャブみたいな感じですか ね、 相手にやらなそうな気がする。いいですか。あ、そうですね、最初はちょっと軽い当たりとして、こっからっすね、まあ、どっちかといったら当てるのも大事だけど、やっぱハマらないっていうのはな、このハーディスなんか打ったら、ね、1回でも待ったらもうそれはね、致命傷ですから、だからそういう意味ではフォローし合えるから2人は。あ、そうですね、そこはまあメリットというかチームですね。あれ天国行った。そうですね、なんか、ね、ね、うわ、ダイヤ2連も来た。しかも天国に滞在してる可能性も高いので、ね、あれドラも天国行ってる。当たりです。当たったやつです。当たった。いやー、いいっすね。21ですね。まあ天国での当たりかな。ダイヤ2連は多分もう10ゲーム過ぎてたと思うんで、はい、過ぎてなかったか。いや、ギリ過ぎてたな。そうですね、29ゲーム、なんか汚ねーみたいなこと言ってたよ、マルちゃんが。なんで汚ねーってなんだよ。何よ、普通に打ってるだけじゃん。いや、なんか知ってたのかなって。引いてんじゃん、ちゃんといい台してたのかな、ね、引いてますから。ここすぐ角座ってたし、死んで落ちたし。何てこと言うの、マジで。まあ、お前、やるやつだな、なんか。ちょっとやめてください、本当に。前回のタメ口すごいやったみたいになってめっちゃ叩かれて。いや、それで反省したならそういうこと言えばいいのに、なんかすげえ言ってきちゃうんだ。すぐ出ちゃうんですよ、悪いところ。今回会社にまでメール来ちゃったんで。すごい不快になりましたって。いや、まあでもでしょ、仲良しでやってるからね、実際ね。そう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 、実際仲良くやってるから別にそれはね、フォローしてもらってね。ありがとうございます。それはしょうがないですよね。そうですね、はい、普通に友達みたいなもんですから。まあ、もう絶対使ってくださいね。気にしてる。気にしてたらもうちょっとね。ペルセポレとハーディスか。いやいや、何なんだよ。敵ならよくわかんない。頭悪いんだよ、だから基本的に。そうなんですよ、マルちゃんもう頭悪いから。あまり皆さんもね、普通の人間と思って見ないでください。ああ、そうですね、普通の感覚。そう、ね、まあ、どっちかっていうとドラとかの方がなんかバカっぽいけど常識人で、ああ一番常識がないのはマルちゃんだから。そういう目で見てあげた方が温かい。そういう目で見ていただければ。そうですね、ナイス。オッケー、あ、全然ステージはやっぱな。でもまあ、はい、この台は意外と期待もできるんじゃないかなとちょっと俺も思ってるから、はい、やりましたね。
これでようやくっすよ。ようやくそうですね、はい、我々もまあそうです、まあはい、お願いします。頑張ってください。はい、はい、広島区、あれ広島区、あ、マジで、じゃあ誰かも知らん。まだ持ってないと思います。50で終わりでしょ。よし、ああ、いった、だいぶなった、さあ回るよ、50杯ぐらいで回るよ、回る回る回る回りますよ。ハンデハンデ、振動よく聞こえましたね、これは。なんかいや、もうめっちゃ震えたんで300。お、まあまあまあ、十分でしょう。十分です。これは今いい勝負に。そうですね。枚数的には抜かせそうですね。ですね。だから僕の投資次第ではちょっと3枚対決なんで。なんだ？いいぞ。まあ青ですからね。青で当てれる人は勝つ人だよ。そうそう、あ、こう引かな。あ、当たった。あ、あの人すげえ。ドラムスコア。やってんな。次やけ。聞いてんな。さあ、次は。まあまあまあ、関係ない。いやー、でもね。これで300ゲームスタート。あ、いいですね。目標で行きますか。で、行きそうですね。とりあえずは。いや、でもありがたいです。いや、ありがたいものにも最低限ですよね。ありがとうございます。1370枚。純蔵剛ですね。ですね。ヘルゾンとジャッジメントがあったんで。僕の投資が今1200枚か、15本1200枚。あ、じゃあまあマイナスだ、ちょいマイナス。え、なんで、あ、俺なんで自分のだけ、俺の手玉でおかしいでしょ。なんだ、引いた、落ちたよ、どっち引いた、ループじゃないですか、引いたかな。 あ、 あるある、紫や、紫ねえじゃないっすよ、ねえじゃないっすよ。25% 引けばいいんだよ、あとループもあるし。まあでも1/4、そうです、1/4引けば引けますよ。いるだよ、いる。まあまあ大体いるです。あれよ、やっぱ神宮中にいたらジャッジメント、あのループもね、優遇されるから、ああ、あのそこで引いちゃうぐらいのあれは犬ですよ。いいですかね、はい、おお、お、フェル 25% うまいっすね。ちょっと今日いい、今日いいっすね。個人戦にしませんか。個人ずるい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 ってな、ずるい。ほんとだ、一発目大事っすよね。そう、大事、これ見えない、見えないもん。いや、もう一個行ったらね。お、行きましたね。もらったんじゃないですか。頼みますよ。100、1回、50よりは。え、そうですね。でまあ十分よ。ジャッジメント。あ、ループがいたってことですか。
多分そうだと思う。あ、ルークはいたの。やった。そう、あ、初ゲーム。ルークだったんだ。すげえ。なんか子役フィッター当たった。あ、要はさっき本前町中に確定役みたいな。なるほど。今日4回目のジャッジメントですね。本前町中だったんだ。それか20。今日のドラはちょっと違いますよ。違いますよ。やばい。ドラムスクが乗ってる。ちょっと乗ってきました。犬もね、頑張れるとき。続いてる？終わった。いやでもまあまあまあいいっすね。170。これ50%またもらえたってことですよね。そうですよね。うまいっすね。うまいっすね。そっか、あそこで確定役。いいっすね。まあまあ全然良かったっすね。結局だから持ってたから結果一緒です。8枚で終わった。いいね。いいっすね。絶好調。いい感じのマルちゃんですね。いやもうこれはその今日のこの勝負でも勝ちたいけどパチスロでも、1万円分のプレゼントもらえるっていうのもあるから。そうですね、なんかそれがありますから、そのために勝たないと。まもなく800ゲームということですね。だ、悩まずに済むのはそこで当たることだよね。そうですね、50% の手術受けてますね。そうっすよね。最低でもそれとさっきの分があるかも。さ、すげえ出てんな。あ、大丈夫だと思います。いるやつ、1ゲーム目演出来て出目よかったら、はい、大体いるって僕判断するんです。あ、いたやつ、激アツ。また引いた？斜め？また引いた？そう。また引いた。14ゲーム。すげえ。え、なんだこれ。いや、なんだろうこの引き。すごいっすね。まあさすがにね。2回連続はっすね。もうやれねえな。うまいな、うまい。これ、あ、まあまあまあ、マルちゃん当たりましたね。中段リップ引いてたけど、中段リップ、でもまだよかったんかな。いや、もうラスト、いった、ラスト。やった。うわー、
中。これで7が来たらもう。そうですね。7が来たら。映ってる。あ、大丈夫です。まあ5ですよ、5で。そうですね。マルちゃん、さすがマルちゃんですね。やっぱり引き強いですね。うん、やっぱ結局引き悪いと見せかけて。そうですね。これ、あ、これだけは大丈夫だ。大丈夫。よし。ああ、7。本当？これはもう7いってほしいわ。どうしたっけ？まあまあ、俺は一番夢のあることだと思ったから。だって50パーで、はいまあ、超ハーデスですよ。全回転ゴッドいても超ハーデスはないですから、基本的に。そう考えたら。4桁寄せたらこいつですよ。じゃあ、こっからです。素晴らしい。やっと来た。50パー引けてるかどうかですよね、あとは。まあ、どうなんですか。50パーね。2人、すげえな。紫なら2回と。そうですね、紫なら2回と。はい。じゃあ僕はここで AT 終了。こっからマルちゃんで。まあ2052枚なんで、まあまあもうプラスですよ。そうですね。我々は。あとこれ超か。お。え？超だ。いやー夢ありますね。すげえ。これは4桁。さあ頑張って。お願いします。もうこれはちょっと応援するよ。はい。4桁見せてよ。4桁見せて、もう俺降参だと。それでもいいと思う。俺は。あ、いいですか。いいよ。終わりました。それが俺負けだよ。そう、さすがに4桁は。4桁見せられたらもう。ミスターササ借りた。ミスターササ借りた。来るさ。借りていいですか。え？ミスターササ借りていいですか。あ、そうそうそう。でも仕事に頼みますよ。大丈夫ですか。マルちゃん、早くでしょ。わかりました。すごい。勝ちだった。あ、当たりましたね。心臓のツボで押したな。ただ心臓を抑えてる。変わった乱数が。いやでもこっからですよ、こっから。こっからですよ。最低 80% だよ。ただ勝負だよ。80% だと思うね。勝負終わんないですよ。いや、いいっすね。お願いします。超強いな。すごい。お、ほら、いった。素晴らしい。すごい。継続率持ってたらうまいけど。さあ、うまい。お、すごい。これ、抜けたらでかいよ。青。いやいや、すごい。あー、惜しい。うわ、回ったのに、もう一個。今、4回しろ。うわ、まだでも。おー、まだ500か。すごい。すげえ。まあ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 、まあでも、これクリスさんかなりピンチじゃないですか。いや、もうでもここまで見せられたら、はい、そうですね。なんかそんなにクソとかなんないですわ。いや、すごかった。あれだ、全回転ですもん、だって。確かにですね。いや、まあ、うん、うん、まあ。あのでも、いやだから、あれなんですよ、すごいと思うんですよ、2人とも、はいはい、紫なら2回で全回転引いて、でも、番組を作るスタッフのディレクターとしては最低ですよね、そのやっぱ演者を立てなきゃならないわけじゃないですか、そうですね、演者を立ててなんぼじゃないですか、そうです、番組スタッフって、はいはい、そういうもんですからね、いやだから、ここまでやったのを逆転するのを、なるほど、お膳立てはここまでです、逆転、そうなんですよ、普通の相手にね、勝ってもしょうがないと、はい、そうです、そうです。こんだけやったら勝たないか。そうです。なるほどね。もう見てる方はおもうクリダメじゃねえかってなってると思うんですよ。ああ、ドラマができたわけですね。そうなんですよ。なるほどね。残してるじゃないですか、はい、こいつは。まあそっか、誰も引いてないのか。そうです。僕やんなかったんですよ。そうか、紫、ハーレス、ゴッドですよ。それで完成するんですよ。3人でちゃんと3役分けたわけね。そうです、そうです、そうです。わざとありがとう。なるほどですね。これはありがとうです。なるほど、いいですね。3人で、はい、これはそうですね、これはで僕も天井って言わずにもう当たるまで行くんだよ。あ、そうですね、はい、飯行きます。いいですよ。いい展開ですね、今日はにしても
そうです。僕はさておき、はい、僕はでも最初のスタートダッシュ良かったし、そうですね、スタート良かったですし、でまあ10スロー、12.5 スロー、はい、12.5 スロー、はい、20スローに比べてやっぱ投手はかさまない。ただまあ回収するの大変なんですけどね。そうですね、はい、一緒っちゃ一緒なんですけど、はい、僕はもう天井行かな目指しながらやっていく。そうですね、1000ゲーム手前、ね、2人が出してますよね。はい、そうなんですよね。あ、そうですね。で今投資は何ツッコミですか？投資は19ツッコミです僕。あ、まあ、はい、それ回収するってなったら2000枚近くは必要になってくるんだけど、はい、でもまあ600乗せてたからもうほぼ回収ですよ、ほぼこれは、はい、すごいよね。引き強いっすよね、マジで。まあ、今日はちょっとヒヤヒヤしましたけどね。まあそうだね、はい、でも結局こうやって持ってくでしょ。確かに、ね、ドラもん霞んでしょうがないじゃん今紫。いやいや、通常時戻った瞬間の紫7。いやいやいや、タイミングの悪い男だよね本当に。それ間が悪い。え、結局2人は乗り打ちしてんの今日？あ、乗りですよもちろん。あ、まあそうか、チームだし。まあまあそうですね、今はノリでもいいかなと思ってます。いや、途中やめようかなと思ったんだ。そう、さっき、いや今日個人戦ですよねとか言ってきたりとかするんですよ、自分が当て出したら。あ、なるほどね。はい、それやっぱ卑怯だな。そういうこと言うよね。いやいやいや、俺ら今日ノリだからね。あ、今日ノリなんすね。そりゃそうだろ。そりゃそうですよね。そうですよ、チームだ。もちろんもちろん、これから来ますからね。いい子だよね。いい子ですね。嫌ですよって言うべきだよ今。僕らって怒ってますよ。スキュー役ハマってるやつに言われてんだから。でもこっからそうです、まあ、大丈夫です。いいよ、ノリじゃなくて。いいよ、あ、いや、いい、決めていいよ。あ、決めていいんすか？じゃあノリじゃなくていい。素直。かわいい。この後知らねえかんな。じゃノリじゃないけど知らんぞ。俺は出すからな。勝負もそうですけど、やっぱりまあヘルセポネとハーデスと来てお伝座手はさせていただいてるんで、やはり最後、まあそっか、その話はね、締めてほしいです、はい、締めの、はい、やっぱ私が演者としてね、はい、そうです。締めのゴッドは俺が引くと、はい、ゴッド引いたらクリさんの勝ちです。こいつ勝手なこと言いました。いいですね。いや、一人はそうじゃないですか。だから一人分、一人分です。一人分、今、人言いましたよ。この流れですね、ペルセポネ、ハーデス、ゴッドの流れをクリさんが最後締めていただければクリさんも勝ちで大丈夫です。いいですか、はい、希望を与えてもらっていいですか、はいはい、大丈夫、もちろんです。よし、ありがたいね。視聴者の方、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。これはでなんかちょっとやる気が出たよね。そうですね、また。うん、プレゼント、そうですね、うん、はい。よし。じゃあ、後半戦も。おっと、引きに行きます。そうですね。行きましょう。はい、後半戦お願いします。はい。まあ、ゴッド引きは勝ちってそういうことになりました。いう約束を、はい、私たちは取り付けたので。そうですね、取り付けました。そしたらプレゼントはもらえると。そうですね。ちょっとまあずるい感じもありますけど、まあでもお二人が言うなら。あ、そうですね、はい、まあ現にプラス収支で帰れるのは二人なのは、ね、もうほぼ間違いない状況になってるから、まあまあね、はい、ここはせめてゴッド引いて、はい、プレゼントはもらえるようにしとかないと、ね、ただ負けて終わるんで僕たち。そうですね、僕たちっていうか、まあ、僕ですけどね。まあ、ね、そうですね。さあ、じゃあ600ゲーム。いや、もうこれはまあクリさんはね、ゴッド引いてくれること期待して、一応はい、我々はまあちばちばやっていきましょうかね。そうですね、順調に増やしましょう。いや、マジで俺ね、はい、本当に羨ましいなと思う時ある。ああ、本当にこれは、はい、というのはいや、だから、はい、一番楽しいよ、やっぱり。ああ、想像ってが、想像ってのが。ああ、想像して、ああ、なるほどですね。想像の時のおっぱいが一番素敵だったもん。ああ、そうなんですね、うん、なるほど。いや、本当にそう。ああ、そうなんですか、はい、実際のものよりはやっぱ。ああ、なるほどですね。ああ、そういう意味でまだこう、そういう楽しみじゃないですけど、まあ、そういうのが残ってるんでってことですね。楽しみ、楽しみ、まあ、楽しみだよね。そう、だから、そう、いいなー、羨ましいなー。いらんぞお。いや、マジで、うん、ああ、いや、本当にこういう時にいきなり当たるのだけやめてほしい。イラつくー、イカつくー。チャンス目だよ。チャンス目ですかね。ああ、チャンス目ですね。おー、1372ゲーム。1372ゲーム。腹立つー。
こいつは本当にこういうことやってくるね。そうですね。しょうがないですね。投資が25ツッコミ。さあじゃあ24。24ツッコミ。これ3枚目？そうです。24ですかね。はい。オッケー。もうとりあえず見てもいいよ。今日はもうゴッドだから。そうです。ゴッドですから。今日気持ちを切り替えよう。そうしましょう。切り替えよう。やばいよ博士。これはやばい。やばいって博士。なんだよ、全勝とかじゃないよもう。いやでもゴッド引けはまあ全、まあ、今日勝ちにしましょう。今日勝ち。なるほど。そうですね。そうだな。そうですね。はいはい。そうしましょう。だから前もこういう話になったけど、はい、博士の運が強くてもそれを吸い取るやつが誰かだからいるんだよ横のどっかに横の流れてっちゃってる、ね、いや多分ドラだよまあまあいやきついなこれは。これはきついきつい。負けた。負けましたね。負けましたね。負けました。33突っ込んで、はい、何もなく。何もなく。きついな。きつかったですね。投資枚数に、投資枚数にすると、うん、2640枚と。はい、かあ。やっぱあの天井直前ですよ ね。直前までいかないですけど、はい、あれはきつかったな。はい、あとなんか2人にやられたな今日ちょっと。そうですね。気持ち的に。はい、でも。はいはい、なんか希望は見えましたよね。そうでしたね。一台高設定強度、はい、まあ、なんなら我々6だと僕は思うんですけど、はい、そうですね、もう見えたし、はい、ドラさんの台。いやでも悔しいな。悔しいですね。ちょっと引けなかったのは情けないな、はい、うん、そうですね。そこは普通に、はい、悲しいな、ね、プレゼントどうする。そうですね、そうなんですよ。買うか。じゃあ負けてしまったのですね。あのヘッドセット。そうですね、途中ムカつくらいでも言われたのかな。そうですね、違うヘッドセット買うか。そうですね、俺らで選ぼうよ。ああ、うん、あれもちょっとそうですね。そうだ ね、 そうすね、俺らで選んで。あいつら暇なのか。な、中学生か。やってることはなあ。そんな、いや、カメラです。お疲れ様です。いやいや、何枚出たんですか。僕は4ツッコミの1745枚回収です。はあ、僕は19ツッコミの2615枚です。2人で3000、4000枚オーバー。はいはい。まあでもまあ負けは負けだから。そうですね、俺と博士でプレゼントは用意しますよ。そうですね、30プレゼント。その代わり、分かった、まあせっかくの収集の実践ですから。そうですね、はい。まあ、マルちゃんは来れなくても2人は来れると思うんで、はい、ドラとタイマーハルは。なるほど。どういうことですか。ちょっとこいつが調子乗ってるから。いい、調子乗ってないですよ。それはそうですね。なんか俺すごいっしょみたいになってたから今日も。はい、まあ、2人ともだけど。はい、まあまあ、はい。だからちょっと次回まあタイミング合えばドラと2人で一騎打ち。そうです。何か、はい、面白い。だから次回クリスマスプレゼントだね、勝負。今回単独プレゼント。あ、はい、はい、ありがとうございます。次クリスマスでおかけて勝負しよう。いいっしょ。いいじゃん。全然もうこのお店なら僕負けないですよ、たぶん。なんか聞いてんのか、その言い方。いや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 。あ、でもやらしいね。なんかね、今の言い方ね、揉めるやつ、揉めるやつ。生々しいよ。じゃあまあ、てな感じでね。まあもう2017年も終わりますけど、俺たちも本当に本気のリニューアルにも向けてね、ちょっと頑張っていきましょう。はい、ちょっとパチスロー盛り上げていきましょう。そうですね。じゃあまた次回も、はい、決まってるので収録は、はい、頑張りましょう。 BC
じゃあもうせっかく集まったんで、はい、はい、みんなで行きますか。あ、ビシッと初めてのみんなで。あ、ないですね、そういえば。俺じゃあここでやるんで。はい、はい、はい、行きます。じゃあ皆さん、これからも突っ込ませていただきます。よろしくお願いいたします。ビシッ。俺見えてる、それ。あ、見えてないです。いや、ふざけんなって。ギリ俺レンズ全く見えなかったもん。いや、本当に。はい、面白いチャンネル登録 PC をちょっとやってほしいんですよ。やばいやつ。あれ、たぶん